大塚は東京都豊島区南大塚に位置する花町。1903年、山手線大塚駅が開業、周辺が開発され、商業地となる。料理屋、飲食店が相次いで開業し花町開設を要望した。1920年、清本の遊芸師匠が料理屋を開業、にぎわいの中心地となっていた天根蘇神社付近に同業者が集まり、 池袋から来た同業者と共に三つの組合が結成された。これが大塚花町の原型であった。加害解説に尽力した大井玄道、白山加害解説者、秋元平十郎の協力を得て1922年4月、菅も町あざ平松に指定地許可を得た。当初は天根蘇神社付近を望んでいたが、谷丹川北側に指定された。芸人組合も結成され、 芸儀100名程度であった。関東大震災の被害を免れ、1924年9月28日、待合の許可を受け正式な花町となる。待合18件、芸儀200名であった。大塚は軍関係者に利用され、1931年は芸二260名、料理屋22件、待合61件、沖屋十八件とある。 1944年、花町の営業が停止され、ゲーギラは勤労奉仕に借り出され、1945年4月13日、2回目の東京大空襲の被害を受け返事に帰す。戦後、花町は復興、1950年には、料亭50件、1956年で68件で、あったが1965年、客層の変化で、料亭50件、 芸儀150名に現時、1972年には、料亭40件、芸儀50名、お釈芸者150名、おきや30件、1977年には、料亭30件、芸儀150名となり、2008年には、料亭が7数件、芸儀10数名となった。現在、谷正川との産業通り周辺に、花町があり、マンション1階に鍵盤がある。 東京加害粋な町 P91AB、東京加害粋な町 P92AB、東京加害粋な町 P93、接待手帳夜の町昼の町1972年。ありがとうございます。